ザッカリー・クレイグ・ラッツはアメリカ合衆国ペンシルベニア州レディング出身のプロ野球選手、宇藤右打ち、現在はフリーエージェント。2007年 MLB ドラフト5巡目でニューヨーク・メッツから指名され、6月10日に契約 A-9 ブルックリンサイクロンズで1試合に出場した。2008年は A-9 ブルックリンで24試合に出場し、 三本類が十二打点、打率、三百三十三だった。二千九年は、AA 級セントルーシーメッツで九十九試合に出場し、十一本類が十二打点一盗塁、打率、二百八十四だった。八月三十一日に、AA 級、ビンガムトンメッツへ昇格。AA 級では八試合に出場した。二千十年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグメッツ。 a 級セントルーシー、AA 級、ビンガムトン、トリプル A 級、バッファロー・バイソンズでプレー。この年は、左足の疲労骨折で60日間欠場した。AA 級では61試合の出場で17、本塁打を放った。オフの11月19日に、ルール5ドラフトのプロテクトで、メッツとメジャー契約を結び、40人ワーク入りを果たした。 2011年3月3日にメッツと1年契約に合意3月11日に A 級ビンガムトンへ移動したトリプル A 級バッファローで開幕を迎え61試合に出場11本塁打31打点打率295だった2012年3月4日にメッツと1年契約に合意3月15日に トリプル A 級バッファローへ移動し、トリプル A 級で開幕を迎えたが、4月24日にメジャーへ昇格。同日のマイアミマーリンズ戦でメジャーデビュー。7回裏にラモン・ラミレスの代打として出場したが、三振に終わった。3試合目の出場となった4月27日のコロラド・ロッキーズ戦では、7番、1塁として初めて先発起用され、メジャー初安打を記録した。 しかしその後は結果を残せず4月30日にトリプル A 級バッファローへ降格した。選手枠が拡大された9月1日にメジャーへ昇格。3試合に出場したものの安打はなかった。この年は7試合に出場し11打数1安打後三振、打率091だった。2013年3月3日にメッツと1年契約に合意。 3月31日にトリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズへ移動した。6月22日にルーカス・ドゥーダーが離脱したためメジャーへ昇格。主に代打として4試合に出場したが7月2日にトリプル A 級へ降格した。9月1日に最昇格し9月2日のアトランタ・ブレーブス戦ではメジャー初打点を記録した。この年は15試合に出場し2打点、打率。 300だった。2014年3月3日にメッツと1年契約に合意。3月24日にトリプル A 級ラスベガスへ移動した。トリプル A 級では59試合に出場し、7本類打37打点1盗塁、打率291だった。2014年6月16日に NPB の東北楽天ゴールデンイーグルスへした入団。背番号は9。 6月21日の対阪神タイガース戦に5番三塁手としてスタメンで NPB の一軍公式戦にデビュー。4回表の第2打席で NPB 初安打。8回表1死1.3塁で迎えた第4打席で初打点を記録すると6月22日の同カード2回表の第1打席での見み厚しから来日初本塁打を放った。 後に故障で戦線を離脱。そのままシーズンを終えたため、一軍公式戦への出場は通算で15試合に、とどまったが、打率、314、5本塁打という成績を残した。シーズン終了後に、楽天球団がラッツの契約保留権を破棄したため、2015年1月5日付で NPB から自由契約選手として公示された。ラッツは、 工事を受けて対談した後に以上の措置をめぐって楽天球団が自身の契約保留権を破棄する方針を立てていながら2015年に向けた契約交渉の期間中に自身を保留者名簿から除外しなかったため他球団との入団交渉に至らなかったと主張2017年8月には交渉期間中の損害賠償を球団側に請求する胸の訴訟を母国 アメリカの裁判所で起こした。楽天球団も同年11月に不法行為を根拠づける事実は存在しないとして、ラッツへの債務が存在しないことを確認する胸の裁判を仙台地方裁判所で起こしている。2015年1月14日に韓国プロ野球のトサンベアーズと契約を結んだ。久保での登録名はジェクルツ。だが、 打撃不振と腰の故障で5月4日にウェーバー工事され戦力外になった。7月16日に古巣のニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。オフの11月6日に FA となった。2016年1月21日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結んだが6月21日に FA となった。2017年3月1日に アメリカのクリリーグアトランティックリーグのサマセットペイトリオッツと契約したが4月30日に FA となった。ありがとうございます。